皆様こんばんは。本日は NHK 文化センター特別講座、腸から考えるストレスと睡眠にご参加くださいまして誠にありがとうございます。本日の司会を務めます吉本恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆様、ストレスの多い日々の中で睡眠は十分に取れていますでしょうか。仕事でもプライベートでも心配事があるとぐっすり眠れないなどの経験をお持ちの方はいらっしゃることと思います。今日は脳と腸の深い関係の話、そしてストレスを受ける中でどのように体の調子を整えていけばよいのかを考えていきたいと思います。まず第1部では、九州大学心身医学教授の須藤信行先生にご講演いただきます。須藤先生のご専門は心身医学、ストレス科学、アレルギー学、精神神経免疫学、腸内細菌学などです。また九州大学病院心療内科では、さまざまな心身症の患者さんの診療をなさっています。第2部では、皆様からのご質問にも先生にお答えいただきながら進めてまいります。この講座ではチャットにて質問も受け付けております。ご質問内容をチャットより入力し送信してください。お寄せいただいた質問の中からいくつかピックアップしお答えできればと考えております。また終了後にアンケートがございます。アンケートにご回答いただきました方の中から抽選でプレゼントをお送りいたします。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは特別講座、腸から考えるストレスと睡眠、第1部を開始いたします。脳腸相関と題しまして、九州大学心身医学教授の須藤信行先生にご講演いただきます。それでは須藤先生、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今ご紹介いただきました九州大学の須藤と申します。よろしくお願いします。本日は脳腸相関という、脳と腸とがお互いに、影響し合って、それぞれいろいろな機能に影響を及ぼしていると、そういうようなお話をしたいと思います。中でもこの、脳腸相関に最近では腸内細菌という要因が新たに加わって、より精密な、こういう相関関係を有しているというのが分かりましたので、そういう観点からもお話をしていきたいというふうに思います。最初はまず腸内細菌について簡単なお話をしたいと思います。最近は腸内細菌いろいろなところで取り上げられることが多いですので、耳にすることが増えていると思います。でこれは私たちの人間の体がどういう細菌とどういう部位で、に関係しているかということを模式図で示したものです。で人間の体の表面、例えば皮膚や、それから口の中、口腔内、それから消化管というところには多くの細菌が住んでいます。でこういうふうな関係を共生関係、共に住んでいる関係というふうな言い方をしますけれども、この中で最大の細菌が住んでいる場所というのは消化管、中でも大腸ということになります。で大腸に住んでいるその腸内細菌、これの数っていうのは実は体の細胞を全部合わせた数よりも多いというような数で、100兆個とかいうような言われ方をします。で腸内細菌でもう一つ特徴が、大きな特徴があります。子宮の中で、いる状態、つまり胎児の状態は基本的には無菌であるというふうに言われます。全く細菌が生息していない環境です。それが生まれてくる過程において経産道的、あるいは帝王切開で生まれたのであれば直接外部からということになるんですけれども、生まれた後に腸内細菌が耳に定着してきます。で、
そうなんですけれども、その中にですね、これ生まれてからの時間を横軸で、縦軸を細菌の数を書いているんですけれども、生まれてまず最初に定着してくる細菌で、2番目に定着してきて少数ながら生体の中にとどまるもので、一番最後に定着してきて最優勢と呼ばれる一番数が多いものになっていくもの、こういうような群に分かれます。で、一番数が多いもの、これの中にはビヒズス菌であったりバクテロイデスというように、ちょっと何か名前を聞いたことがあるんじゃないかと思いますけど、こういうものが含まれます。で、生まれてからしばらく、通常1年から2年といいますの間は、腸内細菌というのは非常にダイナミックな変化を遂げます。で、2年ないしは3年が経過するぐらいから、ある一人の人間の腸内細菌層というのはある程度安定した状況になります。そしてそのまま成人期に移行していきます。で、さまざまな要因で腸内細菌は変わりうるんですけれども、同一個体の中では、一人の人間の中では、こういうようにひとたび大人の腸内細菌層というのが形成されると、比較的安定した形で移行していくことが分かっています。で、腸内細菌の研究が今、もう、研究の世界では何でもかんでも腸内細菌と言われるようなぐらい盛んになってきた、その最大の理由はですね、この腸内細菌の解析法が進歩したことにあります。もうそれに尽きると言ってもいいかもしれません。かつて腸内細菌の研究は、その細菌を培養して、そしてその細菌が何かを同定していくという非常に骨の折れる作業に頼っていました。そのような作業を通してもですね、実は腸内細菌のうち、培養できる細菌というのはせいぜい1割ないしは3割というものでした。つまり培養できる1割から3割の腸内細菌の特徴で腸内細菌全体について論じていたというのがかつての腸内細菌学でした。これが、いわゆる2000年分子生物学がこの腸内細菌の研究に導入されて、劇的な変化を遂げてきます。で、さらに、少しここに言葉で書いてます。次世代シークエンサーという解析スピードも飛躍的に進んできまして、今ではですね、一人の人間の腸内細菌層、それにどんな細菌がどの程度いるのかということも比較的速やかに解析ができるようになってきました。で、ちょっと一例だけ、ですね、そのように分子生物学的な手法が用いられるようになって、どんなことが分かってきたかという例を、ちょっとパンダの例をここに挙げています。ご存知のようにパンダは笹を食べています。笹だけを食べて生育していると言ってもいいかもしれません。ところがですね、笹っていうのはセルロースという成分が主体なんですけれども、人間の体はセルロースを分解できません。ですから、本来体が分解できないはずのものを食べてパンダが生育しているということはですね、それだけでは説明がつかないんです。ですから古くから多分笹を腸内細菌が分解して、そして栄養分に変えてパンダの体の中に吸収されて、パンダは生きていると、そういうことが推測されていたんですが、じゃあ実際にどういう腸内細菌がセルロースを分解し、そこに関わっているのかということは、実はこの新しい解析法が用いられるようになって初めて明らかになったわけです。で、ここにちょっと難しい書き方をしてますけれども、結果はですね、セルロースを分解できるパンダ特有の細菌っていうのが7種類見つかった。つまりパンダはこれらの細菌と共生関係を結ぶ、つまりこれらの腸内細菌を自分の体の中に取り込むことによって笹を食べて生き残っていくという生活スタイルが完成したというふうな言い方もできます。で、腸内細菌についてはですね、実は研究は非常に古い、もう
特に日本は先進国だったわけですけれども、ずいぶん古くからここに書いてあるような物質代謝であったりとかエネルギーであったり消化管の運動に関わったりそれから免疫に関わるということはもう古くから分かっておりました。しかし今申し上げたような分子生物学的な手法によって解析が進むことによってですね、これまで知られていなかったいろいろな生理的な役割や病気との関係ですね、特にその腸内細菌ですから腸の病気と関わるっていうのは理解しやすいと思うんですが、腸の病気だけではなくて肥満であったりアレルギーであったりで最近ではこういう精神疾患とかですね神経疾患こういうものとの関わりが注目されるに至って非常に研究分野として大きな注目を集めているということになります。そしてここからが少し今日私がお話しする本主題になってきますけれども、脳腸相関であります。で、脳と腸っていうのは神経やそれから血液の中に含まれるいろいろな物質によってですね、それぞれ情報交換をしています。このような両方向的な情報交換のことを脳腸相関というような言い方をしています。で、最近ではこの脳腸相関に関わっている重要な因子として腸内細菌が注目されているということで今日のお話になっていきます。で、まず最初にですね、じゃあ腸内細菌と脳との関係も両方向などだというようなことで、最初にストレスは腸内細菌を変えるということで少しお話したいと思います。これどういうことかというと、ストレス状態にあると腸内細菌が変わるということなんですが、この現象は実はとても歴史的には古くから知られていました。1940年代の動物実験、それから豚やこういう齧歯類なんかにストレスをかけるとこの腸内細菌の構成が変わる。で、これはこういうふうな哺乳類の中でも人でもですね、そういうことが分かっています。で、この細菌層の変化を大雑把に言うと、いわゆるビフィズス菌やラクトバシルスのような善玉菌と呼ばれるものはストレスがかかると減る。で、かたや、場合によっては病原性を発揮することがあるような大腸菌、バクテロイデス、こういう類は増える。つまりストレスがかかると有益な細菌というのはどちらかというと減る傾向で、しかし有害性を時に発揮するような細菌は増える傾向。これは実はもう何十年も前からこういうような報告はされています。で、ちょっともう少し分かりやすい、ちょっとこの有名なですね、これはロシアの宇宙飛行士における腸内細菌の変動を調べた仕事をちょっとお見せしたいと思います。で、ここ下にですね、宇宙飛行士がどういう時の状態にあるかというのを書いています。つまりまず宇宙飛行に入るその前、通常時、これが平時と書いています。で、宇宙飛行に入る1ヶ月前、もう1ヶ月前からかなりいろいろな意味で、心身ともに緊張が高まってきます。で、実際に宇宙飛行に入る、1日から3日前で宇宙飛行からに飛んで、そして戻ってきた後というような、こういうような時間軸の中で実際の腸内細菌がどう変わっていくかというのを見ましたところ、まずビフィズス菌やラクトバシルス、いわゆる善玉菌の代表と言われるような菌はですね、やはりこう右肩下がり、ストレスがかかってくると少なくなってくるんですが、これ面白いのはですね、まだ実際の宇宙飛行には直接関わりのない1ヶ月の前の時点でもかなり減っているのが分かります。だからこれはまさに心理的なストレスによって反応したというような解釈をします。で、かたやこういうふうに実際に宇宙飛行にかかって下がった部分、こういうのは身体的ストレスとかいうような、言い方をします。で、逆にですね、いわゆる有害菌にと一つである大腸菌やクレブジエラ、それからクロストリジウムというのはこの中で逆の動き方ですね、ストレスがかかってくると増えてくるというようなこと
が見てわかると思います。このようにストレスという状況下では腸内細菌が変わる、これはかなり以前から分かっていたことであるということが言えると思います。で、今日お話しするのはですね、実はそれとは逆方向の話で、腸内細菌が変わるとストレスに対する反応性が変わるというような話をこれからしていきたいと思います。少し専門的になるもんですから、できるだけ分かりやすくお話ししたいと思っておりますけれども、ストレスっていうのが体にかかった時には交感神経系と呼ばれるものと内分泌系、専門的に視床下部下垂体副腎軸と呼ばれるものが活性化されて、それぞれこういう交感神経と関わるホルモンで、こちらも副腎と関わるホルモン、俗にストレスホルモンというような言い方をしますけれども、ストレスホルモンが増加します。例えば非常に緊張したりとか、それとか不安が高まったりとかしてストレス状況にかかると脈が速くなります。で、血圧が上がってきます。これは取りも直さずこの交感神経系が活性化しているということの、によります。で、こちらのホルモン系の方は意識に上ることはありません。意識に上ることはないんですけれども、実際に血液を調べてみるとこのホルモンが上がっているというような関係になります。それで私が実は、この、こういう研究を始めたちょうど、1990年代なんですけれども、その時に腸内細菌が変わるともしかするとストレスに対する反応性も変わるんじゃないかというふうに考えて、最初に、その研究対象としたのがこの内分泌系のこの視床下部下垂体副腎反応であります。で、それはですね、このストレス応答、この HPA って書いてますけれども、視床下部下垂体副腎反応というホルモンの反応は生まれてからどういう環境に置かれるかと、特に生まれてから出生早期のですね、どういう環境に置かれるかというようなことが大人になってからのその反応性に影響する。つまりどういう環境で、例えば今でいうと非常に厳しい環境とか劣悪な環境で育つ、あるいは愛情豊かに育つ、そういうのにそれぞれの環境があるわけですけれども、その環境が違うことによって大人になってのストレス応答、 HPA 応答が違うということがすでにいろいろなことで分かっていました。で、先ほど私お話したように腸内細菌というのは基本的に生まれた後に外部からつくものの、そういう意味での環境要因に他ならないわけです。ですから生まれた後に、子どもが外の世界と接する、で腸内細菌が体に定着してくると、そういう中でその腸内細菌がいろいろなパターンで定着してくるわけですが、そのパターンが違えば大人になってからのストレスに対する応答性が違うんではないかと、そういうふうに考えて実験を行っていきました。で、私が行ったのは動物実験なんですけれども、実際に腸内細菌がいろいろ違うマウスを作って、でストレスに対する反応を調べてみました。この無菌マウスって書いたのが腸内細菌を全く持たないマウスです。 ですからもう本当に無菌ですね。で、その無菌マウスと比較していったのが一般的なマウスですから、こちらはいろいろな腸内細菌を持ったマウスになります。で、もう一つここに書いてます、ちょっと GNO とか何とかって書いてるようなあれがありますけど、これはですね、ある一種類の腸内細菌だけを持ったマウスというふうに理解してもらったらよろしいかと思います。それは無菌マウスにある一種類の腸内細菌を移植すれば自然その一種類の腸内単一細菌マウスというものを作ることができるわけです。ですから無菌マウスにある腸内細菌を一種類入れれば、ある意味無数に単一細菌マウスというのはできるわけです。で、それらのマウスのストレスに対する反応の仕方というのを一つずつ調べていったと。
というようなことになります。で、まず最初の結果はですね、無菌のマウスと、普通に腸内細菌を多数持ったマウスがストレスに対しての反応性が違うかというのを見てみました。ここに書いてある ACTH とコルチコステロンというのは先ほどお話ししたそのホルモンの代表的な値になります。そうしますと、こちらの方が無菌マウスで、白の方が通常のマウスです。だから一般的なマウスはこういう白のような反応をするんですけれども、それに比べると腸内細菌を持たないマウスっていうのは非常にこのストレスに対して過大ないしは過敏な反応をするということがわかると思います。で、次に、じゃあ、無菌マウスといろいろな腸内細菌を持っているマウスを比較するっていうのでは、じゃあ本当にある腸内細菌がこの反応に関わっているのかっていうのは科学的にはやはり少し弱いわけです。そこで一種類の腸内細菌を持ったマウスというのを作ってで調べていきました。で、ここに書いてあるのがそのうちの代表的な4種類の単一細菌マウスというのを書いています。で、一つがビヒドバクテリウムインファンティス、これは乳幼児に最も多いビヒズス菌の一つです。だからビヒズス菌だけでできたマウスで、次がバクテロイデスブルガタスという、これも人間で多い腸内細菌の一つです。そしてここら辺はまあ少しちょっと難しくなるんですが、ウサギ由来の病原性大腸菌です。ウサギ由来ですからネズミにはその大きな病変は起こしません。で、それのまあミュータント株というのをやりました。ちょっと難しいことはちょっと置いて結果の方に移りたいと思います。この青で示しているもの、これが無菌マウスであります。これは無菌マウスが白の一般のマウスに比べるとストレスのに対する反応が大きい過大であるというようなことを示しているんですが、注意してもらいたいのはこの黄色のビヒドバクテリウムと書いたやつですね。ビヒズス菌だけを持った単一細菌マウスではストレスに対する応答がぐんと減って普通のマウスとほとんど変わらなくなっているということがわかると思います。で、しかしこのバクテロイデスという細菌だけの単一細菌マウスはあまりストレスに対する応答性は無菌マウスレベル、まだ高いままです。で、他の2種類でもそれぞれ入れた細菌に応じて変わってくるということになります。ですので、その詳しいメカニズムはともかくネズミの持っている腸内細菌の中身を変えるとこういうふうにストレスに対する応答性が変わってくるということが分かってきたわけです。で、次にですね、では私たちの世界でストレスに対する反応が違うときっとマウスの行動も変わるはずだというのがこういうストレス科学をやっている人間の一つの考え方になります。ストレス応答っていうのはストレスがかかった時にどういうふうにそれに対して立ち振り舞っていくかということを含みますので、当然ストレスがかかった時にマウスの行動が変わるであろうというのが仮説としてあったわけです。で、そこでそれを実際に調べてみました。これはですね、ちょっと英語で書いているので申し訳ないんですが GF というのが無菌マウスです。で、この EXGF って書いているのが普通の腸内細菌を持ったマウスで、 CC って書いているのがクロストリジウムっていう腸内細菌だけを持ったマウスで、 BI がさっき出てきたビヒドバクテリウムインファンティスです。で、それらで構成された単一マウスです。で、無菌のマウスと腸内細菌の違う3種類のマウスを比較して行動に違いがあるかというのを見たのがこの実験であります。で、結果がこうです。一番白のこれが無菌マウスです。で、無菌マウスはこの EXGF というのは普通のマウスというふうに捉えていただいて結構です。普通のマウスと比べるととてもよく動いていることがわかると思います。ですから無菌マウスは多動だという言い方もできると思います。しかしその多動な特徴は
ビフィドバクテリウムインファンティスを移植すると普通のマウスと同じレベルになっているということが分かります。で次はですね、これはまあちょっと専門的なことは外しますが、不安、どれぐらいせわしなく動き回るかとか、どれぐらいこう、なんて言うんでしょうか、大胆な行動を控えて、不安なような様相を呈すかというのが、まあ、動物実験でもそういうのを見ていくんですけれども、不安と関連した行動を見てみました。そうしますと、これも無菌マウスは非常にやっぱり不安レベルが高いんですけれども、今度はクロストリジウムコッコイデスというのを入れると不安のレベルが減弱していることが分かります。つまり腸内細菌を変えると、まあ、最初はストレス反応、ストレスに対する応答が違うというのが、でもストレスの応答が違うってなおかつ行動も変わってくるということがこれらの動物実験から分かったわけです。しかしながら、じゃあまあ、腸内細菌が違うと行動が変わるっていうのは非常に、まあ、インパクトのある話なんですけれども、それがネズミにたまたま認められたある特殊な現象に過ぎないのかというと、それはそうではありません。例えば そこに共生している細菌、腸内細菌が変わることで宿主の行動が変わるっていうのは、例えばこういう昆虫、イグアナ、イカ、それからショウジョウバエや蚊、こういうので多く認められている現象であります。でちょっと一例だけお示ししたいと思います。このショウジョウバエのケースになります。このシャローンっていう方たちが発表した仕事なんですけど、ショウジョウバエはですね、面白い現象があって、例えばショウジョウバエの群を2つに分けて別々の餌で飼います。例えば1つがデンプン、もう1つが糖蜜というように、別々の餌で飼ったショウジョウバエを、まあ、そのまま交配をさせて何世代か経った後に一緒にします。一緒のケージの中に、当然その中でいろいろ混じり合うのが普通想定されるところなんですが、実際は違うんですね。糖蜜で餌を取ってたハエ同士、それからデンプンで取ってたハエ同士、何らかの方法で相手を認識して、交配するんですね。まあ、要するに同じグループとしか交配をしない、混じり合わない、こういうような現象が認められるそうです。ところがこの現象はですね、抗生物質で処理をすると消失してしまうということが分かりました。つまり抗生物質を処理をするっていうのは、そのハエに住んでいる常在細菌、腸内細菌を排除するということです。つまり腸内細菌がいなくなると相手が識別できなくなるというようなことなんです。で、実はショウジョウバエの常在細菌というのは20弱しかいません。ですから1種類ずつ調べていくということが科学的にできるんですね。で、このグループは実際にそれをやってみたところですね、ショウジョウバエの常在細菌の一つ、ラクトバシルスプランタラムっていう、これは漬物なんかに関わっているような、菌なんですけれども、それが、作っている、フェロモン様物質、これによってショウジョウバエは同じ餌のグループを認識して交配しているというようなことを示しています。ですから、実は常在細菌がこのケースでいうと、まあ、交配、まあ、それは要するに子孫を残すっていうような現象ですから、今、この常在細菌はですね、生物進化というふうな関わりから非常にまた注目されている、その進化を促したりいろいろ変容を迫る、そういうような観点からの研究も非常に盛んになっています。とそれではですね、ここまで、まあ腸内細菌が変わってくると、まあ、行動が変わり、そして、まあ、ストレスに対する応答性等が変わってくるんだと、しかもそれはいろいろな種に共通した現象なんだというようなことをお話ししました。じゃあどういうものがそこに関わっているのかというのが、
一番大事な科学的な疑問になるわけですが、それについても最近では大きく進歩してきています。その中でもですね、一番注目されていると言っていい物質は短鎖脂肪酸と呼ばれるものであります。で、短鎖脂肪酸っていうのは、ここに書いてありますように酢酸プロピオン酸酪酸で、食物繊維やオリゴ糖を腸内細菌が分解することによって生成されます。ですから腸内細菌がないとこれら短鎖脂肪酸はありません。だから無菌マウスとかを調べると短鎖脂肪酸はないというふうなことになります。で、この短鎖脂肪酸がですね、このミクログリアって書いてますけれども、これは脳の中のグリア細胞という脳を作っている重要な細胞の一種類になります。そのグリア細胞っていうのは脳のいろいろな機能に影響している重要な細胞なんですけれども、このミクログリアの働きに今お話しした短鎖脂肪酸が非常に重要な役割をしているということが分かってきています。つまり食物繊維を腸内細菌が分解し短鎖脂肪酸が作られるわけですけど、その作られた短鎖脂肪酸はこのミクログリアに作用して、このミクログリアの機能を変えることによって中枢に影響をしていく、こういうルートがあるということになります。で、さらに同じようなものでですね、このトリプトファンというアミノ酸を腸内細菌が分解したような物質の一種にも、脳の今度は別の細胞なんですけど、アストロサイトって呼ばれる別の脳の細胞に作用することも分かっています。で、さらにですね、いろいろな機能が分かってきています。消化管にはこういう神経が分布しているんですが、この神経の終末にですね、腸内細菌あるいは腸内細菌が分泌した物質を感知してそのままダイレクトに脳に伝えていくような、こういうルートがあると、こういうことも今は分かってきています。で、しかも今お話したようなこの神経ルートはですね、上をどん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 たどっていくと、これもちょっと英語で書いて分かりにくいと思いますけれども、いわゆる脳の報酬系、ドーパミンと呼ばれるですね、報酬系につながっているということが分かったんです。これを非常にじゃあちょっと、単純化して言い方をしますと、腸の中でこの腸から脳につながっている神経を刺激すれば、結局報酬系に入りますから、人間としてはこう心よいという感覚が生まれてくるわけです。ですから腸にあるこの刺激がどういう組み合わせかはまだ解明されてないんですが、あるこのこういう神経を特異的に刺激するような刺激がもし腸に加わればですね、から宿主はですね、人間は感覚的に心よいと、それがでも腸から来ている心よさだとは気づかずにそういう現象が起こっているというようなことを意味しているということになります。で、ここまでは少しネズミの、動物実験のお話をしましたけれども、最後少し人の話を最後に加えていきたいと思います。実際に腸内細菌を使うことでストレスに対するいい効果があるのかどうかというようなことになりますけれども、これはですね、実は1910年に発表された、今から100年以上前に発表された論文なんですけれども、これはうつ病の患者さんに対してですね、ラクティックアシッドバシルスっていう、腸内細菌の一種を、その当時からそういうのがあったんですね、中部ヨーロッパでは。で、それを投与してうつ病が良くなるかどうかっていうのを見てみたという100年以上前の論文なんですが、そうすると、割と効いてるというものです。で、もちろんこれは症例報告と呼ばれるものですから、これが本当に薬この腸内細菌の影響なのか、それとも自然に良くなったのかというのを評価するのは難しいんですけれども、すでにこの時点でこの頃にこういうことをですね、考えていた人がいたっていうのは非常に興味深いことだというふうに思います。
そこでちょっと100年前の話をしてもなかなか難しいので、これは最近非常に注目された仕事を一つお話ししたいと思います。これはですね、医学生を対象に乳酸菌を投与して実際にストレスに対する緩和効果があるかどうかというのを見た仕事であります。でこれは医学部の学生を対象にですね、医学部の学生は試験前とかいうのはかなりの量の勉強を要求され、徹夜でやっていくということが少なくないわけですけれども、その進級試験を挟んでですね、その医学生140人を2群に分けます。で2群に分けて、乳酸菌を含んだ飲料と、それから含まないものをもうそのダブルブラインドですね、二重盲検で投与してみたと。でそうして、いろいろな指標を見てみたんですけれども、結果を分かりやすく言いますと、乳酸菌を取っていた群ではですね、プラセボ、乳酸菌を含まないものを取っていたものと比べて試験のストレスによる体調不良の頻度が低下し、唾液中のコルチゾールの上昇が抑制された。先ほど言いました、ストレスホルモンというのがコルチゾールだと言いました。ですからストレスがかかるとコルチゾールが高くなるんですが、それが抑制されたということですから、いわゆるストレスを緩和する効果が出ているというような理解になります。で次にまた今度は別の腹部症状の方を見てみたわけですけれども、そうしますとこちらでもですね、乳酸菌を摂取していた群では試験のストレスによる腹部症状の悪化が抑制されたというような結果が出ています。ですから実際にストレスの症状を緩和し、腹部症状もいい方向に作用したというようなことで、大変興味深い仕事であります。で、今お話ししました、じゃあ実際に人においてこういう腸内細菌、あるいはいわゆる細菌製剤と呼ばれるようなものを摂取して、そして体の健康に資する、でこれかつてはプロバイオティクスと呼ばれました。でプロバイオティクスっていうのはその細菌製剤なりを取ることによって消化機能であったり、全身の健康を良くしていく、そういうニュアンスで使われる言葉なんですけれども、最近ではですね、こういうサイコバイオティクスっていう言葉をアイルランドの研究者たちは言っています。で、サイコっていうのはですね、精神とかいうことを意味する意味になります。つまり腸内細菌とか細菌製剤を使って、精神機能、メンタルヘルスに対して、良くしていこうと。これが新しい、プロバイオティクスの発展系であるというようなことで、このサイコバイオティクスというような言葉を使っています。で徐々に、多くの研究者がこの言葉を使っていくようになってきています。ということで、この図を使いながら今日のお話を少しまとめさせてもらいたいと思いますけれども、脳はですね、この遠く離れた腸内の腸内細菌の動きを神経系や免疫を介して、あるいは消化管に分布しているホルモンや腸内細菌自身が作る物質、代表的なものは短鎖脂肪酸になるわけですが、こういうものの作用を介して脳は、腸内細菌が侵入してきたんだと、で腸内細菌が今こういう状態にあるということを感知します。で逆に脳はその感知したものをですね、ストレスホルモンであったりとか、あるいは自律神経、こちらには記入していませんけども、こういうような働きを介してそれぞれの内臓やそれから消化管に働いていくというようになります。でこれを脳腸腸管と呼びますし、腸内細菌、腸脳軸というような形で最近では呼ばれております。ということで、少し早口になりましたけれども、私のお話は以上となります。どうもご清聴ありがとうございました。どうも先生ありがとうございました。
のお話を伺いまして、脳腸相関、脳と腸がお互い双方向で関わっていて、そこに腸内細菌が関わっている大事な役割を持っているんだっていうことが、まあ、本当に研究も進んでいるんですね。今日その中から本当に一部の研究データも見せていただいたり、お話を伺いました。ありがとうございました。さあ、ここからは第2部といたしまして、皆様からいただきましたご質問にも須藤先生にお答えいただきながら、さらに伺っていきたいと思います。それではいただきました最初の質問です。春はさまざまな行事もあり、慌ただしく次の日が気になって眠れないことも多いです。これもストレスが関連しているのでしょうか、というご質問なんですが、うん、須藤先生いかがでしょうか。そうですね、やっぱり春で新学期を、まあ、学生であれば新しい学期に始まる、あるいは、まあ入学等々ですね。で、まあ、会社員ももちろん新しく、どうしてもこうそれまでの部署から変わったりとか、さまざまなことがあると思います。まあ、そういう意味で、普段よりはやはりストレスを感じやすい時期であろうというふうなことに思います。で、まあ、そういうようなこうストレスの影響、まあ、心身の不調とかいうのを最初にやっぱり、それが現れる形というのはやっぱり睡眠障害というのが多いのは確かです。で、それで、まあ、眠れない、寝つきが悪くなるっていうのは、そういう意味で、まあ、心身に負荷がかかっている、ストレスがかかっている一つの、まあ、サインになろうかというふうには思います。はい、はい、ストレスがかかると眠れない、眠れないと調子が悪くてますますストレスになるって、こう、うん、そうですね、悪循環になってしまうんでしょうかね。悪循環になっていきますね。はい、須藤先生は摂食障害とかうつ病、過敏性腸症候群、睡眠障害などの患者の皆さんの診療に当たっていらっしゃるわけですが、やはりそのストレスと睡眠と、はい、そしてこれらの心身症というのは非常にこう深く関わっているというのが実感でいらっしゃいますか。うん、そうですね、もうおっしゃる通りだと思います。はい、やっぱり、例えば、まあ、そうやって睡眠に影響が出て、でそのいう状況がやっぱり長く続いてくると、やっぱり体にの不調も訴えてくる。例えば、下痢をが出てきたり、まあ、それが過敏性腸症候群というような形で出てくる方もいらっしゃいますし、それからまた、まあ、もともとその食行動に、少し問題が持ってらっしゃったような方っていうのは、そういうストレスをきっかけにですね、さらにその食行動異常が激しくなるというのはとてもよくあると思いますね。はい、やはりその睡眠、ストレス、そして腸の状態というかお腹の状態というのはものすごくこう深く関わってるんですね。うんうん、そうですね。だから多分そういう時に大事なのは、じゃあストレスをなくせばいいじゃないかとか、はい、ストレスを解決すればいいじゃないかということに、まあ、なるんですけど、なかなかストレスっていうのは、それがこう自分が生活をしていく、あるいは生きていく上で避けられないもの、まあ、そういうことも多いわけですね。だからストレスそのものをなくすっていうのが難しいケースっていうのが非常に多いだろうと思うんです。でそういう時に、じゃあもう元々ストレスがもうなくならないんだったら、もう何しても無駄だというんではなくてですね、はい、そういう時こそ、例えばストレスが原因かもしれないけど下痢が続いていると、その時に体を治す、その重要性っていうのが大事だと思います。つまり体を治すことで、今日の話じゃないんですけれども、やっぱり体からいい刺激が中枢に行きますので、はい、そのことがひいてはストレスそのものを消し去ることはできないにしても、そのストレスに対するうまい対応の仕方というのを自分なりに身につけていく一つのきっかけになったりしますね。はい、はい、それでは次の質問です。腸内細菌とストレスの関係、非常に興味深く聞かせていただきました。日常の食事の中でどのようなものを摂れば腸内環境を整えることができるのでしょうか、ということなんですか。はい、とても大事な質問だと思うんですけど、まあ、割と最近はいろいろその日本食、従来の日本食の
良さとかを強調されることが多いと思いますが、はい、それもそうですし、同時に発酵食品とかですね、そういうものの良さっていうのも認識されていると思います。まさにそれが一番のヒントになるんですけれども、食物繊維であったりとか、今日ちょっと話の中で触れました短鎖脂肪酸っていうのは、はい、やはりそういう食物繊維とかが餌になって、それを腸内細菌が分解して作っていく非常にいい物質ということになりますので、やはり伝統的な日本食、はい、で発酵食品、うん、こういうものを適宜取っていくっていうのが非常に大事になるんじゃないかなと思います。はい、よくこの頃聞くのは、その発酵食品っていうといろいろ私たちは味噌とか、ぬか漬けとか納豆とか浮かぶんですけれど、そういう発酵食品と同じように腸内フローラって言葉をよく耳にしますよね、うん、お腹の中にいっぱい菌がいると、はいはい、で先ほど先生のお話では腸内細菌って100兆個って、想像がつかない数なんですが、重さはどのくらいなんですか？そうですね、ちょっと前まではよく、はい、私たち、腸内細菌は100兆個で、大人の場合重量で1から2キロだから私たちの体重の1キロから2キロは腸内細菌だということをよく言ってたんですけれども、はい、実は一番最新の研究ではですね、どうも1キロ2キロまではないようだというのがあれで、数百グラムぐらいというのが、一番新しいところの知見ではないでしょう。300とか400グラムぐらいの感じです、はい、でただそれにしてもやっぱり人を構成している体の細胞よりも多い腸内細菌がいることは確かで、はい、ですから腸内細菌というのはその細菌一つずつがいろいろなその中に細菌の遺伝子を持っているわけです。だから今日パンダの話をしましたけれども、はい、体の細胞ではどういかんともしがたいような物質を細菌は分解できたりとかするわけなんです。だから実は私たちは知らないうちにそういう腸内細菌がいろいろ分解してその産物を吸収するという形で恩恵を被っているとか、はい、そういうこともありますよね。なんかそれが生まれて 2,3 年のうちに定着するっていうのも驚きでしたし、うん、はい、でもマウスの実験で、はい、無菌マウスは全然菌がないわけですよね。それがいろいろこういろんな腸内細菌が頑張ってくれると、はい、そのマウスもストレスに強くなるというような興味深いデータを拝見しましてですね、じゃあ私たち人間もぜひいい腸内細菌を、でなんか悪いのとしては大腸菌なんか出てきましたけれど、いいのとしてはラクトバシルスですか、はい、これは乳酸菌のようなもの、これとあとビフィズス菌っておっしゃったんですけれど、はい、そうですね、はい、これは どういういろんないい菌ということですか？そうですね、なんて言うんでしょうか、本当はなかなかどれが良くてどれが悪いかっていうのは実はやっぱりこのどの面を見るかっていうことで、いい悪いっていうのは随分変わってくるので、非常にこう一概にこれがもう何をやってもいい菌で何をやっても悪い菌っていうのは、言いにくいところもあるんですけれども、はい、歴史的にはやっぱり乳酸菌っていうのは非常に体にとっていいもので、ビフィズス菌もそうですけれどもと言われてきたという歴史はあって、それはもう多くの研究から実証されていることだというふうに思います。ですので今のお話にもあったようにですね、無菌マウスはよく動いて、不安も高いみたいな、これちょっと難しい言い方をしましたけど、要は非常にいろいろな刺激に対して過敏なんですね。でそれが腸内細菌の刺激をいろいろ受けることで、ある意味たくましくなっていく、そういうような理解になるんですね。なるほど。だから人間もある意味無菌で育つと、ストレスに弱くて、っていうような言い方をこう非常に俗っぽく言うことがありますけれども、はい、ある意味だから適度にいろいろなストレスを受けて、ある意味こう、いろいろな環境にさらされながら、はい、たくましく育っていくことがストレスに対しての、体制をつけていくというのと、もしかするとちょっと
似たような解釈が成り立つ。で、生まれてから 2,3 年のうちにいろんな経験した方がいいですね、赤ちゃん。そうですね、いろいろな細菌にさらされているというのは、つまりいろいろな刺激を受けて、いろいろなものに対応できるようになっていると、そういうことなんだと思います。今なかなか清潔志向も強いですし、いい菌もあるんだなというか、お腹にとって。そうですね。それは積極的にどうしたらいいのかなと思うんですが、医学生のデータありましたよね、はい、非常に興味深かったんですが、医学生を対象にした乳酸菌によるストレス緩和効果を検証した研究というので、確か長い間その乳酸菌を、飲んで、試験の時にどんな、結果になったかという、この乳酸菌では特にどんな乳酸菌というのはあるんですか。これでこの研究で使われているのはラクトバチルス、カゼシロタ株が使われているんですね、はい、その飲料を、飲むことで腸内環境を整えていく、じゃあ私たちもなんかこう、赤ちゃんの時から2歳ぐらいまでにはできているとは言うものの、大人になってからもこれはどうも良さそうだと思うものは長く飲むっていうのは大事なんですかね。そうですね、やっぱり持続的に取っていくことで、この試験で見られたような効果がやっぱり認められたんだと思いますね。多分1回2回単発で取っただけではなかなか効果が見られは期待しにくいんじゃないかなとは思いますね。あのデータでもかなり長い間長い間、使ってありましたですね、そういうことなんですね、いずれにしてもそのさっきおっしゃった短鎖脂肪酸のためにいわゆる私たちの昔からある和食も食べ、もちろんバランスの良い食事、そしてこういう乳酸菌とかビフィズ菌っていうのも、取っていく、なんか食べることで改善するってありがたいですよね。その通りだと思いますね。やっぱり食べたり飲んだりで、私たちは一応その病気を対象にして診療していきますから、時に薬を使ったりとかすること多いんですけど、やはりできるだけ薬を使わずに、やっぱり人間がその生活環境の中で生きていく、自然な中でやっぱり病気も治していくというのがやっぱり一番いい形だと思いますね、ですから食を変え、生活習慣を見直す、そういうことでお薬を使うことなくですね、やっていくというのは非常にやっぱりいいことだというふうに私は思っています。それでは続いての質問です、腸内環境の乱れは精神的なものも影響するということでしたが、逆に腸内環境が整えば精神的な安定も期待できるのかもしれないと考えてよいのでしょうかということなんですが、これはまさに先生のご講演にもあったように、期待できそう。そうですね、今もう非常に世界的に研究がやっぱりされているところなんですけれども、例えばうつ病とかうつ状態に対してですね、こういう腸内細菌を摂取することで、実際にそういううつ状態とかの改善があるのかどうかというのは、多くの国で研究が今されています。で、結果が出揃うのはもう少し時間がかかるかもしれません。やっぱり臨床的に効果があるかどうかっていうのはやっぱりかなり厳密に、でしかも一つの研究だけでは判断できないので、多くの研究を集めて評価していくということがありますので、現状はまだ、何とも言えないということだと思います。ただそういうふうに考えて研究を進めている方が多くいらっしゃるというのは確かですね、実感としては、なんか不安なことがあったり、明日なんか大事なことがあるというと皆さんこうお腹痛くなったり、原因になる方と便秘になる方といらっしゃるわけですけれども、だからそれは脳から腸に影響してるんだなっていう実感があるんですが、腸の中のことが脳の機能にまでっていうのは、すごい発想というか、びっくりするようなことだったんじゃないですか。そうですね、ただそのアイデア自体はきっとそんなに新しいあれではなくて、かなり前からそういうふうな発想自体はあったんですが、なんか100年前のなんかやつのありましたね。そうですね、ただそれが本当に研究が進んできて分かってきたというのは、特に最近の話で、ちょっと今日はもう駆け足でお話にしましたけれども、例えば
腸から脳に向かった神経経路があって、それはまさに腸の内部で起こっていることを感知して、でそれを脳にしかも素早く伝えると、そういう神経があって、しかもそれがそのつながっている先が、報酬系というですね、まあ、いわゆる快感を感じる、いわゆる神経回路なんですね。心地いい。ですからもしかすると腸管のある種のですね、状況がその神経を刺激する、それが分かれば、まあ、多分人間はどこで何で気持ちよくなっているのか分かんないけれども、その腸管のそういう状態がそういう気分であったり、そういうところをコントロールしているというようなことも可能性としてはあるというような話になっているんですね。だから非常に今、研究が進んでいる、一種トピックスになっている分野だと思いますね。今日のタイトルは腸から考えるストレスと睡眠なんですけど、なんか腸が考えてるみたいな、実はそう発生、そうなんですね。発生学的には実は腸の方が脳よりは古いわけなんですね。脳は腸から生まれたって言われるような研究者もいらっしゃるぐらい、腸って腸がやっぱり元なんですね。ですからそういうふうなものの、名残というか、そういう進化の過程のものがやっぱりまだ残ってるんだと思いますね。いずれにしても腸内環境を整えることでこうストレスが和らぐかもしれないという研究がどんどん進んでいる、で睡眠もそれに関係してますか？そうですね、だから睡眠とかいうのは多分そのうつとかうつ状態とかを、対象にするよりはもう一歩手前になりますので、より効果が期待できる分野だろうとは思いますね。だからそちらについてもまた研究が進んでいくんじゃないかなというふうには思いますね。さて続いての質問なんですが、最近は生活の中で家にいる時間も多くストレスを感じることもあります。そのような際どのようなことをすればよいのでしょうか、また、どのようなことを心がけたらよいのでしょうかというご質問ですが、いかがでしょうか？なかなかやっぱり本当に難しい問題だと思うんですけど、やっぱり一般的なことになりますけれども、できるだけ、外出本当に厳しいかもしれませんけど、その中でもですね、少し例えば人のが少ない時間帯であったりとか、散歩のコースとか、そういうのをちょっと決められて、日の光を浴びて、で体を動かすということはやっぱり非常に大事なことだと思います。それと同時に食事に関してもですね、できるだけ、規則正しくやっていくと、大変ただ難しいと思います。やっぱり人間の体っていうのは社会の中で生活していく中でリズムを作っていくので、それが今みたいな状況の中でも大変難しいと思いますけど、それぞれ皆さんが自分で工夫をしていい方向を見つけていってですね、必ずしも皆さんに有効な方法というのは難しいかもしれませんけど、自分に合った方法を見つけて、やっていかれることが大事かなと思います。運動っていうのは大事だっていうのは皆様も思ってらっしゃると思うんですが、やはりその時に日の光を、太陽の光を浴びるのも大事なんですね。浴びるっていうのは大事ですね。さあ続いての質問ですが、なかなか眠れない日も多く、せっかく眠りに入っても途中で何度も目が覚めてしまいます。何か良い対処方法はないでしょうか、ということで、これはもう眠れない、寝つけない、焦ってしまうっていう声をよく聞きますね。そうですね、なかなかこれはその程度にもよるとは思うんですけれども、やっぱりこうやって寝つきが悪くなって、また途中で目が覚めてしまう、で睡眠の問題でやっぱり一番気をつけておかないといけないのはですね、やっぱり気にすると余計に気になっちゃう、でますます眠れなくなるというのがよくあるパターンなんですね。だからそれがもう本当に長期間続いて、日中の社会生活に支障が出るようなレベルであれば、これはちょっと何らかの治療が必要になるかもしれませんけど、その初期の段階ではですね、まず大事なことは眠れてないことをあまり気にしないということになります。
ちょっと逆説的な言い方になるんです。だから眠れなくても朝7時にはとにかく床を離れる、はい、そして朝食を食べて仕事に行く、まあ、途中でちょっと居眠りすることがあってもそれは構わないと思います。とにかく決められたことを淡々とやっていく、はい、それが大事ですね。で、まあ、いつか眠れるさというような感じで行かれることです、はい、で仮に、まあ、そういう状態が1週間ぐらい続いてもそれで人間の体がすぐそうどうかなるっていうものではないので、やっぱり一番大事なのは眠れないので睡眠が気になってますます寝つきが悪くなるという、うん、この悪循環をちょっと断ち切ることが大事かなと思いますね。まあ、そういうふうにしているうち眠い一日の次の日は眠いですもんね、うん、眠れますよね。そしてうちにやっぱり疲れが溜まってきて自然とまたリズムが戻っていくことってありますね。でこう眠れないというといろいろな方法を皆様考えていらっしゃると思うんですけど、うん、その時にちょっとなんかじゃあなんかお腹の調子と関係あるのかななんて思ってみるのも今日のお話の流れからすると、うん、まず発想の転換で、眠れないから寝ようじゃなくてちょっとまあお腹の調子が良くなったら眠れるかもねなんていうのもいいかもしれませんね。ですから例えば、まあ、そういう時に往々にして便秘であったり下痢であったりっていうのを合併してくることって多いと思うんですけれども、その時に睡眠が治らないともうどうにもならないっていう考えるんではなくて、とりあえずじゃあ便秘なり下痢なりそちらについて、対処していこうという、まあ、その結果眠れるか眠れないか分かんないんですけれども、まず体の症状を取る、体の症状に治療していくっていうのは非常にいい対処法だと思います。そのことがまたストレスが緩和されたり、結果、まあ、眠れるか眠れないかにはあまりそう気にしないって言いますかね。ね、ということで今日はですね、腸から考えるストレスと睡眠ということでお話を伺いました。もう最新のいろいろな、腸内細菌のこと、脳のこと、腸のこと、何かこれからもどんどん研究が進んでいくんだなという感じがいたしましたが、今日は実は先生、本当にたくさんの方々が全国で今聞いてくださっています。ぜひ須藤先生から皆様にメッセージをお願いできたらと思います。よろしくお願いします。はい、今日私お話ししたように腸と脳っていうのは非常にいろいろな関連性を持っています。ですから腸を整えることが、まあ、腸そのものに関してはもちろんなんですけれども、それ以外の体全般に対する健康に重要な役割を果たしているということだと思います。ですから皆さん今非常に不自由な生活をされていらっしゃると思いますけど、例えば腸の健康を保つとかいうようなことが意外に全身の健康を保つということにもつながっていることがあるだろうかと思います。どうかそういう観点からも自分なりのやり方を見つけられたらいいかなというふうに思います。以上です。どうも。今日は本当に長時間にわたりまして貴重なお話をありがとうございました。以上をもちまして NHK 文化センター特別講座、腸から考えるストレスと睡眠を終了いたします。